皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。アメリカのバーガーキングで期間限定で売っているアイスクリームを紹介したいと思います。こちらスパイダーマンのセットについてくるアイスクリームサンデーですね。見た目がシンプルで美味しそうですね。それはこちらです。スパイダーマンアイスクリームサンデーの紹介です。スパイダーマンのアイスクリームサンデー、見ての通り赤と黒のスプリンクルズがかかってあるバニラアイスクリーム。値段は$3.68、日本円で400円ぐらいです。このサイズで400円はちょっと高いです。さっきも言ったようにスパイダーマンのセットに入ってくるんですけど、僕が最初に行ったバーガーキングではなかったんですね。サンデーが売ってなくて、ハンバーガーとフライドポテト、ドリンクだけしかついてこなかったんですね。だから違う店舗のバーガーキングに行ってこのサンデーをね買ってきました。見ての通りクリアのパッケージになってありますけど、スパイダーマンのねロゴとか載せてほしいです。バニラアイスクリームの香りがします。それではいただきます。サクッとしててチョコレートの味がしますね。チョコレートとバニラアイスクリームの組み合わせ結構いいです。でバニラアイスクリームがめちゃくちゃミルキー、クリーミー&ミルキーですね。ハイレベルな美味しさになってありますね。どんどん食べてしまう。ごちそうさまでした。美味しかったですね。楽しんで食べれるアイスクリームでした。ですけど点数は98点にしたいと思います。本当に美味しかったです。あともう少しで100点満点になっていましたね。理由はスパイダーマンのロゴが全くなくて、普通のアイスクリームのパッケージになっているのがあんまり好きではなかったです。で2つ目はサイズです。小さすぎる。このサイズじゃちょっと足りないですね。でもそれ以外は文句ありません。バニラがミルキー&クリーミーで、サクッとした赤と黒のスプリンクルズ、コンビネーションが最強、そして究極です。バニラとスプリンクルズのコンビネーションが一番好きでした。素晴らしいアイスクリームだった。バーガーキングのスパイダーマンサンデーの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。